です、みんなみたいになんかちょっとかっこいい言葉を言ってみようと思って、バレンタインデーの時にちょっと短めでねかっこいい言葉を、発した結果、コメントがゼロ件でした。はい、どうもー、ゆうやのモテると聞いてです。これを見てあなたも一緒にモテモテになりましょう。今日は朝起きて、なんか朝起きるのからの夜寝る時にやるおまじないをやりたいと思います。用意するもの、あなたの使っている鏡、そしてペン、これを用意しましょう。これから作るものは太陽ミラーと言います。すごいですね、太陽の力を借りて、モテモテになろうというものです。そう、自分の力だけでモテない場合は、たくさんいろんなものを他の力を使ってモテモテになりましょう。まず、鏡の四隅に、太陽のマークを書いてください。四隅ってどこや？ちなみに太陽のマークというのはこういうのだそうです。どっかで見たことあるな。どっかで見たことない。どっかで見たことない。あれ、2つ並べるとおっぱいみたいにな、鏡の四隅におっぱいを描きます。それに何すんだ。鏡を頻繁に見ればいいんだって。この四隅に書いた、もういいや、中に書いちまったぜ。これを、頻繁に見るとあなたはキラキラします。またも太陽の力を借りたいと思います。太陽パワーヘアー。さあ、鏡の後は髪の毛をどうにかしましょう。やっぱりね、髪の毛が、しっかりしてる方がモテるということで、ブラシを用意しましょう。きっとどんな櫛でもいいと思います。櫛を用意しましょう。両手を上に上げましょう。そして今から言う言葉を一緒に唱えましょう。いきますよ、ご覧の皆さんも一緒に唱えていきましょう。いきます。集まれハンドパワー。はい、皆さんもご一緒に、集まれハンドパワー。そして髪の毛を溶かします髪の毛を溶かします。そして、人と会った時に積極的に髪に触りましょう。そうすると、どうやらその太陽のパワーがここに来てて、あなたはモテモテになるんだそうです。次はキラキラウォッシュ。朝顔を洗うときに、モテるようになるおまじないです。まず、顔を洗うときにヘアバンドとやらをするんだ。ヘアバンドをしましょう。そのヘアバンドなんだけども、普通のヘアバンド、地味なヘアバンドじゃなくて、キラキラするヘアバンドを用意しましょう。いつもよりも同じじゃねえよ。俺、ヘアバンドなんか普段してねえから、キラキラした感じにしてみました。顔を洗い、鏡を見た時に心の中で、キラキラと唱えると、スターオーラが出てモテモテになるそうです。冷たい。洗うぞ。あとは最後に寝る時のおまじないをしたいと思います。皆さん、普段寝てる時の枕をご用意ください。茶色に茶色かよ。よし、普段寝てる時の枕をご用意ください。寝る時にまず枕をポンポンポンと3回叩きましょう。ポンポンポンと叩く時に必ずこの言葉を言ってください。
笑い殿の未来必ずモテますように。これを皆さん毎日行ってください。これを毎日行うことによりあなたはモテモテになります。笑い殿の未来必ずモテますように。